透明に輝く小さな球体。プニプニしていました。白いブドウに見えました。先週土曜日、広島県竹原市にある干潟で小学5年生の男の子が遊んでいたところ、直径2センチほどの透明な球体を見つけました。これはコウイカの仲間の卵で、中にいるのはその赤ちゃん。孵化が近くなり、産みつけられた時にあった白い膜が剥がれ透明になった状態でした。